このビッグウェーブに乗るしかないで。どうも、いつも新大久保にいるビクタです。新大久保でネオンポップとかネオレトロ、白を基調にしたカフェとかいろいろあると思うんやけど、今回は波がテーマらしい。やから乗るしかない、このビッグウェーブにって思ったからやってきたで。韓国で今最先端で流行っとるミッドセンチュリーなレトロな雰囲気に、この波の音が心地よくて昼寝しそう。この開幕、韓国で流行っとるトルコの新感覚スイーツなんやけど、この生クリームっぽいバターに蜂蜜たっぷりやってうまいんやけど、そもそもこのパン自体がむっちゃうまかったわ。俺の激推しのペク先生が天井の味やって言っとったっぽいんやけど、正直何言っとるかわからん。どういうこと天井の味って。ペク先生が天井の味って言っとったから、これは天井の味です。トーストは甘めのコンポタを染み込ませて食うんやけど、こんなまずいわけがない。控えめに言ってマシっすよ、マシマシ。入り口がちょっと分かりづらかったけど、まあ料理も雰囲気も素敵なお店やったわ。雰囲気100点、ライトむっちゃタイプやから、マジでどこで買ったか教えてほしい。ちなみにミッドセンチュリーは40年代から60年代にブームになった家具らしいんよ。昔流行ったものが最新トレンドになるってことは、俺も100年後に最先端トレンドになるってこと。